アルベルトダトロはアルトトダロアゼンチンブエノスアイレス州カルロススペガシーニ出身の同国代表サッカー選手。ポジションは MFFW。4部リーグのカニュエラス FC から2002年に CA、バンフィエルドへと移籍し、2004年にトップチームデビュー。2006年にボカジュニアーズへと移籍。特に目立った活躍もなく2008年1月には、 放出も検討されるが、本人のボカ残留意志は強く残留に成功。見返すシーズンとなった2008クラウス裏で大ブレーク。ネリ・カルドッソからポジションを奪取した。その高精度な左足を駆使したドリブルテクニックは絶賛されている。2009年1月4年半の契約でセリエの SSC ナポリに移籍した。 2008から09シーズンは9試合出場と期待を裏切った。2009から2010シーズン、シーズン途中から監督に就任したワルテル・マッツァーリ監督のもとでは復活し、2009年10月31日に行われたユベントス FC 戦では途中出場ながら3得点を演出し、自らも1ゴールをマークして3から2の逆転勝利を挙げた。 2010年1月、出場機会の増加を求め、ギリシャのオリンピアコス FC へ、レンタル移籍 EC、ビトーリアを退団後、2017から18シーズンより、フルスのバンフィエルドへ復帰した。2009年8月12日のロシアとの親善試合で、アルゼンチン代表デビューし、この試合で代表初ゴールも挙げた。2010FIFA ワールドカップでは、 予備登録の30人に選ばれたが、所属クラブでの不審が原因で、最終の23人に残ることができなかった。ありがとうございます。